はい、名古屋で整体やってる小山です。ただいま競技の結果ですね、エロ目に行くということになりましたので、私はどこへ、本当にどこへ行くのか、もうそれはもうそう言わないことに決めたんですが、エロエロ動画第2弾、足つぼです。だけどちゃんと真面目にやります。適当にいかに怪しいかを動かしてください。前回のどこぞで撮ったあのあれをの上を行けと師匠から今ですね、師匠じゃないな、ミスター X 氏から指令がありまして、ちょっとやってます。わかりますかね、どうしても女性こういう風に、綺麗な女性は特にそう、足を組むのと斜めにする癖がいつも、もう僕の話はここから入るんですけど、こんだけ今実はこれ、話す前にちょっと緊張、モデルさん緊張してたんで緩めるためにやったんですけど、それでもこれだけずれてしまいます。何が起きてるかっていうと、骨盤がこういう風にずれて、で映ってるこの手は分かりにくい、こういう風に外側だけ開いちゃう、あエロ目に行くんだ外側が開く、そうこれが生理痛の原因になる、生理不順の原因にもなる。当然こっちがずれてるから、こっちは血液が、分かりやすく言えばですよ、医学的にじゃなく分かりやすく言うと、こちらの血液がリンパもしっかり行くけど、こっちは流れが悪くなる。だから そこで不具合を起こす。でまあ2ヶ月に2回に1回ひどかったりするっていうのはそれが原因、まあ常にひどい、ちょっとひどいかなっていう部分もあると思うんですけれども、で当然これだけずれてると腰痛もありますよ。で、まあ、よく言うこれから肩こりがする。で、まあ、もう一つ言えばここから、むくみやすくなる、筋肉のバランスが悪くなりますから、肩こりもしやすくなる。これを戻してあげることによって、循環を良くしてあげることでグッと締めてあげることができて、ホルモンのバランスも良くなる。ただテレビだとかを見ててもほとんどのタレントさんが肩の位置がこういう風になっててたり、もうあのアメリカのタレントさんなんかもうみんなそうね、足を組むんで、あれがどうなのかっていうのはちょっと何とも言えないですけども、とりあえず日本人に関しては足を 今だいぶみんな組んだりこう斜めにしたりするんですけれども、組んでたら逆へ、いつも同じだけど組みにくい方へ行ってください。お願いします。治るんじゃなくて、治さないといけない。そんな、逆に言うとそんな難しいことではなくて、これは自分で意識をしてあげることで治ります。で治さないといけない。あエロ目エロエロトークなんかエロ目に行く、あエロ目っていうのはですね、僕の側からこう行くとエロ目になると思います。あこれが痛い、これが痛い、これなんか30分ずっとこれやって終わっちゃいそうだよ、すっごい足疲れてる、両方痛いけど、ここは優先、元気の出るツボ、全体のやっぱりバランス、まだこの時期はだいぶ今暖かくなってきたからあれでだけど、これ冬場多分かなり冷たいね、今の時期でこれだから、うん、冬場これ冷え性は治さなきゃいけないと思います、うん、これは胃の調子、いわゆる内臓が冷えてますよという感じで、こっちは腸、うん、睡眠は取れてるな、腸です、ここのところはちょっと動きが悪いかな、痛い。でさっきから言ってるこれは粘骨というツボ、腎臓から膀胱へかけて、ともこの体でしてほしいのは、まず体を温めること、手足を温める、エロ目だからね、わざとやる、動くの手を映らない、うんうん、はい離して、もう一回、はい、OK、深い意味はありません、ちょっとやっぱり胃の調子が良くない、それで分かる、なんか怪しいね、怪しいけどでも胃の調子は良くない、とにかく足を温める、靴下は履くようにする、はい、
これが頭痛のも頭痛もしてますねということ。ああ、親指はもう何とも感覚でいわゆるいるなっていう感じ。さすがだ。あ、お風呂で浸かること。はい、ぬるめのお風呂でいいからちょっと浸かるようにして汗をかいてください。そうするともっと元気になります。ここは背中から腰にかけて背骨の両サイドの筋肉、これが、でそれがまあ張ってるな。全部悪いじゃん。あのな全部絶好調じゃない。全部悪くないけど全部好調じゃない。